お、かいちゃん、今日大丈夫？これ、お土産です。すごいね。1800円もするんだったらいいけど。これ、サバ開けれる？いや、キリ持ってきた。これ、ほんで昼に食べろ、一緒に。サバ焼きにして。よし、サバ焼いてくれたかね。待ってよ。よし。お、今、白焼き？開けて。これバシが取れるったかい、うん、何年ぶりにさばいた？40年ぶりばにさばいたね、うん、ちょっと下手くせえね。包丁も切れんしね、昔みたいな刺身包丁ないし、うん、まあ、ええわ。で、タレはこれ多いこともない、うん、いやけどもこれなる量なの。これ他にもいろいろ使えるけん、料理に、うん、ほんじゃこれ白焼きしてからタレつけてもこれじゃあのうなじのかば焼きでもない、あのイワシのかば焼きもできるわね、うん、ほら、何でも。イワシもやってみるかい、どんな味か。かば焼きにして。まあ今日はええよ。え、昼はとりあえずもう、昼、まあこれ食べよう。これちょっと食べてよ。せっかく焼き、一切れ。ひっくり返した。もういいやね、タレつけても。じゃあね、つけるかね。これやったらほんまに。この料理が何でもできた、照り焼きの種あるわけ。あれ始めたらタレもほら、美味しいけんね。四万十うなぎかよ、うん、ね、あんた毎日取ってくるわけじゃないの。すごいね、これ頭ある、ね、これ何回もつけて焼くやろ。そうそう、やっぱりこう、曲がるね、焼けたら。これだけ串に刺しちゃうかよ。ああ、串に刺して焼きようか。じゃあ曲がらん、曲がらんよ、うん、あんまり色使わずね、うん、うん、でこれ入れちゃってもいい、入れて炊いてもね、うん、入れてちょっと炊いちゃってこうやって、うん、これバディーかい、うん、よし、もう入れないかい、よいしょ、ええ感じやね。お母さんどうやった？これ食べてんの？でも好きなの取ってや。誰か。で入れる？うん。でタレをかけて。このタレはどうやって作った？これはね、お醤油とお砂糖とみりんと酒。これでいいの？そしたら山の沢で取れた。天然うなぎうな丼の完成です。じゃあ食べてください。はい、はい、いただきま す、うん、すごい歯ごたえがある。歯ごたえ、うん、ね、食感が、うん、身が締まっちゃう、プリプリ、うん、今まで食べたのマコみたいな、うん、うん、あ、油が乗っちゃう、うん、ほんですごいジュージューになっちゃうか、やりくすやすいんだけど、うん、かたいこも入れよう、うん、おいしいね、うん、あれ、あれ、やっぱ天然は違うね、もっと硬いかもだけど柔らかいんだ、うんうん、タレはどう？うん、美味しい、うん、
あれもこれもあれやろ、毎日炊いて寝かしよったら、まろやかなってことやろ、まあちょっと若いね、味は、君たちやってくれたらね、何年ぶりかで生まれたこと、うまいね、最高やった。食べるかな、食べるわが店で食べる、高いよ、そうよ、3000円だし、ね、高いけどね、悪いけど3500円ばするね、ミミズを10匹で取る、ミミズを取って、あ、コーターしかけるもんも、いや、モーター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 、ちょっとだけなもんも、すごいね、キロタラ作っちゃう、コーター、さすがまあ作りよ、くれだったかい、んお金出してコーター、くれだった、お腹でバンゲーおい、美味しかった、久しぶりに、あ、久しぶりに食べたけど美味しかった、美味しかった、じゃあちょうど500円もらってや、うん、500円500円でいいかい。